今回今日、ご紹介する、ミニノート PC ということで、非常にちっちゃい、低価格な、パソコンです。で、今までもですね、軽くて、小さなパソコンって世の中にありましたよね。特に日本はたくさんいろんなメーカーさんから出てました。ただちっちゃく軽くするっていうのはやっぱり難しいんですよね。どうしても高くなっちゃう、いい製品だけども欲しいけども高くて手に入らないと。で、今回ですね、そういったまあどちらかといえばもう矛盾する要素なんですけども、それをグローバルに、提供する、販売してボリュームを伸ばして、製品のコストを下げる、そういった取り組みの中でですね、低価格のミニって言われる、ノートパソコンを作ってみました。この製品は今市場にありますノート PC、あるいは最近、非常に話題を集めています UMPC や MID、こういったカテゴリーの製品とは全く違う製品です。全く違うコンセプトで作られた製品となります。では、この HP Mini が、フルファンクションと呼べる理由をいくつか紹介したいと思うんですが、まずですね、先ほどモデルさんが持ち歩いていただいたのを見ていただいて分かると思うんですが、非常にかっこいいですよね。私の担当者だから言うのではなくて、客観的にとてもかっこいいノートだと思います。外側はですね、フルアルミフレームです。フルアルミ、裏も表もアルミニウムを使っています。で、中側にマグネシウム合金が使われています。アルミとマグネシウムの二層構造になっているような構造になっています。で、表面は、傷がつきにくく、汚れにくい、ためにアルマイトの処理とヘアラインの加工がされています。ですので表面的には非常に硬く傷がつきにくく、なおかつ非常に金属的な美しさを表現できる筐体になっています。ハードディスクを搭載しています。このタイミングはフラッシュメモリではなくハードディスクですね。 160GB のシリアル AT の非常に高速大容量のハードディスクを搭載しています。ハードディスクというのは非常に、デリケートな部品ですので、モバイル PC としては向かないというようなこともあるかと思うんですが、この HP Mini には、振動や、揺れあるいは落下に対して、ハードディスクを守るという 3D センサーが備わっておりますので、モバイル PC としてもハードディスク大容量を持ち歩くということが可能になっております。メモリは、2GB、のメモリを搭載しています。それからですね、中を見ていただくと、キーボードが筐体いっぱいにまで、デザインされています。サイズは 92%、 キーピッチは 17.5mm、 縦も横も 17.5mm を加工しています。そのためですね、ポインティングデバイスのタッチパッドが少し小さくなるような、スペースが小さくなるようなデザインになってしまうんですが、ボタンをタッチパッドのボタンを左右に配置することによって、タッチパッドを最大限に確保しております。ディスプレイは 8.9 インチの大画面です。10インチ以下の、UMPC と呼ばれる最近のマーケットでは7インチ以下がほとんどだと思うんですが、8.9 インチの大型ディスプレイに WXGA の大型ノートと変わらない解像度、高解像度のディスプレイを搭載しています。それから後ほど実況からご覧になっていただきたいんですが、ヒンジがですね、少しこう L 字型に回り込むような形にデザインされておりまして、大きな画面、最大限の画面をできるだけ高さを抑えて使っていただくことができるようなデザインになっています。これは飛行機や新幹線の中でもこうディスプレイを開いたときにですね、十分角度が取れるように高さをできるだけ抑えたデザインになっております。それから先ほどモデルさんが紹介させていただきましたが、非常にコンパクトなサイズに仕上がっています。ですので、モバイル PC を今まで諦めていた方、それは金額的なことが非常に大きかったと思うんですが、今までのビジネス用のノートパソコン用のカバンではなくて、今あなたがお持ちの普通のカバンにも入れていただける、サイズだと思います。それから、もうモバイルパソコンですね、フルスペックのモバイルパソコンを買うために20万円も払う必要はなくなりました。我々はこの製品を 59,850 円から提供いたします。